はい、皆さん、もこです。今日はね、車中飯、トラック飯、お肉をね、焼いてみようかと思います。今回は、この、ブロック肉。豚ですけど、ブロック肉です。豚肉を、焼いちゃいたいと思います。イェーイ。パラパッ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 、パラパッ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 、パラパッ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 チャチャンチャンチャチャン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 。へぇ。汁が飛んできた、汁が。肉汁が飛んできたぜ。うわ。ほほほ。このまま肉焼けるんですかね。ちょっと水入れて蒸し焼きにしてみようか。焦げちゃうとね、いけんのんで。水がないかな。はい、水です。これね、この前も以前も使いました。いつ買ったかわかんない水です。イエー。大体ですね、蒸し焼き風にしてみたいと思います。よっ。あとは待つだけ。はい、約ね、1時間が経ちました。どうなっとるかな。ほっ。まあ、途中ね、何回か水足したんですよ。水がなくなったんで。熱っ、跳ねるわ。油がだいぶ溜まってますね。これ多分溜まっとるの油やと思いますよ。これ布団の上に置きたくないな。こっち置こう。さあ、火が通っとるか確認しようとね、真ん中バスッと切ったら早いでしょう。気づいたんですよ、包丁がない、ナイフがない。どうやって確認しようか、どうやって切ろうか考えとらんやった。しまったな、切るもんがないですよね。とりあえずお皿の上に乗っけようか。とりあえずお皿の上に乗っ、はい、肉の塊です。これどうやって切ったらいいんやろな。切りにくいな。ほい。ちょうどね、筋のところがね、切れやすそうなんで、そこを切ってみましょうかね。ああ、熱い。ああ、布団に飛び散った。最悪。油が布団に飛び散った。まあいいか。ナイフがなかったですね。考えてないんだな、そこまで。あ、いい感じ。火が通っとるかな。こんな感じですね、断面。ねえ、通っとるでしょ。やっぱね、1時間も煮込んだらね、火が通るんですね。もう一箇所。結構箸で切れるもんやな、意外。うん、多分大丈夫ですね。多分やけど、なんかピンクのような気もするけど大丈夫でしょうね。さあ、1時間煮込んだっていうんかな、蒸したっていう方がええかな。
1時間蒸した豚肉のブロック食べてみたいと思います。まずはね、何もかけずに食べようかと思います。ちょっとこれフライパンやめましょうか。油がすごいんで。ね、この紙皿に入れるというね、美味しさがね、半減するという方法をね、取り入れております。もう出来立てですよ、これ出来立て。何これ、こんな料理ある？豚のブロックって今更やけど。正直に言うていいですか。正直に言います、バカうめえ、バカうま、鬼うままだ全開ですからね。おかしい人かと思われちゃうおかしい人がうまい。あのね、柔らかいです。調味料とか一切使ってないですよ。水を足して蒸しただけ。蒸し豚ですよね、蒸し豚。めちゃめちゃうまい、柔らかい、これうまいわ。まあ、1時間蒸したんで、まあ、蒸したっていうか煮込んだっていうか、その中間ぐらいですよね。めっちゃうまいです。柔らかい、噛み切りやすい。これちょっと新発見やな。めっちゃうまい。なんかね、もうタレつけるのがもったいないぐらい。じゃあちょっとなんかつけましょう。塩コショウでもあったらいいけどな。持ってきとらんから。あ、塩コショウがあるわ。塩コショウ持ってきてました。これちょっと塩コショウして食ったらもっとうめえわ、多分。よし、塩コショウ OK。 これで食ったらうまいと思う。めちゃめちゃうまい、めちゃめちゃ柔らかい焼き鳥の豚バラ。めちゃめちゃうまい豚肉の、間違えた、めちゃめちゃうまい焼き鳥の豚バラ。あれの味、柔らかい。そんでめっちゃ柔らかい、最高。お祭りに来た気分、イエーイ。はい、もうね、めっちゃうまいですね。めっちゃ柔らかい焼き鳥の豚バラ、これですね。これうまいわ。まあ、ちょっと時間はかかりますけど、まあ、豚肉なんで結構安く手に入りますし、今回これで300円ちょっとやったかな、このお肉で。そんな感じでね、トラック車中飯、今回はね、豚肉を試食してみましたね。豚肉ブロックですね、肉のブロック食してみました。そんな感じで大成功でした。またね、また明日。頑張れ、大変だ。やめきんかった。はい、向こう。まだいっぱいあるね。はい、もう一個。大きい、6000。頑張って、ちょっと頑張って。